やべ。いや気持ち緩みすぎて、じゃあごめんなさい、テレビ切るの忘れてた。ごめん、今気づいたんだけど、ごめんなさい、すいません、あぶな。油断をしてた。ごめんなさいね、テレビを消すの忘れてました。でもね、めっちゃ聞こえたよね、ごめんなさい。いや本当に結構抜けてるかも、朝からいいこともなかったし。好きな番組はねないですね、私テレビ見ないので。だけど今は私静かなのが嫌いなんで、こういう一人の時は静かなの嫌いだから、わざとテレビをつけます。ちょっと今日何もやってないからさ、メイクもしてないんだよね。髪の毛だけやった。よし、ちょっと涙袋かけたぜ。オッケー。あ、作文はね、作文はまあ大体書き終わりました。グッド。あとは提出するだけ。題名も決めなきゃいけないけど、でちょっと今日は何時までやるかはちょっと分かんないんだけど、とりあえず今日はねゲームをしようかなって思ってて、この前紹介した昨日だったっけな、ちょっと分かる忘れたけど、ゲームをしよう。マリオパーティー、ゲーム配信をしたことなかったから。え、私スマブラ持ってないのだから、めっちゃ欲しくて、欲しいんですよね、めっちゃ欲しい。ちょっとうるさい、あちゃった、あはねえ、やだ、めっちゃ落ちる。みんなにさ共有させたいんだけど、画面を
画面を共有させたい。あ、やべ、危な、危ない、やだ、私反射するからやばい、無理だ。誰にしよっかな。私はいつもノコノコ。ノコノコちっちゃい。ちょっといい。どうしよう。クリボー。あ、クッパにしようか。え、ダメなん？イヤホン、イヤホンない。これ聞こえない。てかちょっと待って、私みんなに見せたいから集まりする。ちょっと変更集まりしよう。なんか画面見えないのつまんないし。自分のマイキャラ、あ、あ、見せちゃダメなんだ。もういい、もうじゃあやめようかな今日は。たまごっちなんか持ってないよ。そうなんだ、じゃあ無理じゃん。せっかくゲーム配信をしようと思ってたのに、ちょっと悲しい。ちゃんと充電だってしてるのに。ちょっと悲しいけど、まあいいや。おしゃべりしよう。じゃあ30分します。ちょっと悲しい。え、つまらないよ絶対に。私がゲームをしているだけの配信は絶対につまらないと思う。だからやめた。もう諦める。カードゲームない。絶対厳しいって言うんですよね、もう。あ、ベルベル。ゲームなんかない。ト
ランプもない。もうちょっとさ、できなくて悔しくてさ、もうカタカタしてる。いや、もうゲーム機はここにはございません。もう悔しい。悔しくてここをずっとこうやってた。これ何だと思う？初見さんありがとうございます。そう、スマホ立て合ってる、正解。ごめん、答えちゃった、ごめんなさい、すいません、つまらないこと言っちゃった、本当にごめんなさい。もう今日は私ついてないんだよね、本当に。もうやだ、自分の考えることがアホなのかもしれないけど、ちょっともうやだな今日は。泣きたい気分。あたし、いいことしたのに。そう、本当にうま二度寝をしちゃったり、もう生まれたての子鹿になっちゃったり、よくないわーい。スマホゲーム？え、でもスマホさ、今スマホでさ、ショールームしてるからできない。うん、あー、ついてない。娘なんか入れてないよ、本当にゲーム入れてない。え、あのイヤホンないからカラオケもできないんだよね、本当にさ。ついてないって。まあまあ、どくしどくし、いや、三つ編みじゃなくて玉ねぎです、今日は。めこんばんは。玉ねぎヘア。そういうことじゃないねん。つなげが、つなげ方がうまいですね、皆さん。そんなの考えられない、私は。そうだね、もうすぐで夏休みが終わってしまう。悲しいよ、でも悲しくないような。どっちなんだい。自分で髪の毛はやりましたよ。このぐらい簡単ですもん。ちょちょっとできます。ちょちょちょっとできる。かゆいかゆい。
後ろもちゃんときっちりした、もう串一回通して結んでくれパンでブル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 って終わり。玉ねぎ、そうだね、お友達に会いたいです、とにかく。はい、会いたいね、会いたい。夜ご飯を食べましたよ。おお。だったんです。そうだよね、サマーソングセットリスト公演もあるから、最近はレッスンがあって、でも今日はなかった、明日も、明日から。おしゃべり会はいろんなお洋服を着ます。次のオンラインが浴衣だった気がする。25個だよね。足痛い、ちょっと待って、もう足痛いよ。いや腰も痛いし、え、どういうこと？洋服着なくての可愛いはちょっとおかしいかも。洋服はちゃんと着ないと。お洋服の準備はね、順調かどうかを、いや順調じゃないかも。まだ浴衣もちょっとさ、欲しいものがあったんだけど、それがなくてさ、探してるんですよね。だからまだ買えてない状況で、ギリギリになっちゃう。そうなんです、浴衣欲しい、本当に。もう良かったです。楽しいって言っていただけて私は嬉しいです。もうハッピー、嬉しいよ。知って、あのこの前でも言ってたよね、みゆみゆさんたくさん浴衣持ってるから、なんか貸してもらえばとか皆さん言ってましたけど、まあまあ自分のが欲しい、普通に借りるの申し訳ないし、知りたいの。うっそ、顔がハッピーじゃなかった。ごめんなさい。ナースも持ってない、本当に何も 何もかも持ってないよ。ドンキ？ドンキにいいのあるかな？でも今いいのをドンキじゃなくて違うところで今いいのを見つけてて、でそれを
探してるんだけどないんですよね、どこに行っても。コスプレをしないからですよ。まあ今回のおしゃべり会ではするけど。ギャルとか量産型とか、量産型ってコスプレって言わない？あとかなおちゃんとかセーラームーンとか星の子とか、できる限りはやります。ですよね、思った私も。逆にギャルをさオンラインにすればよかったなって今思ったんだよね。でもなんか早めに浴衣を着たくてって私の欲望があったから、8月中にしたかったんだけど、やっぱオンラインじゃなくてオフラインにすればよかった。浴衣今からでも帰れますか？ギャルをオンラインにして浴衣をオフラインにして、カラコンさ絶対つけれないんですよ私。だからカラコンなしで裸眼でやります、コンタクトだけで。なんで面白い。確かに、なんかさ私のファンの方が知ってくれればそれだけで大丈夫だしさ、別に変えたって大丈夫だよね。みんながその情報を知らなくていいわけじゃないですか。うん、だから変えてもいいんだよ。うん、そうだね。だけどそしたら浴衣を早く手に入れなければいけなくなってしまう。お姉ちゃんはもっと持ってないです、何も。浴衣もないし、お姉ちゃんは店ご店ごと買っちゃうか。いやだわ。え、わかめちゃんってあれサザエさんじゃないの？え、違う？あ、違った、やだな、え、違うだ、わかめちゃんって言ったらサザエさんしか出てこない。あ、やっぱあってた。サザエさん、サザエさん、サザエさん見なくなった。サザエさんとマルコだっけ、小さい頃は見てたんだけど見なくなった。おかえり、ただいま。楽しかった？あ、私、うん、感動した？感動した？めんめん泣いた？どういうこと？ずっとやってた。二人が。後で説明する。はい。
お姉ちゃんが帰ってきました。やめろし。ひまわり受ける。あ、本当だ、9時になった。9時、え、9時、もうちょいやればいいじゃん。うん、え、おね、でももうちょっと、お風呂入ってない。明日は多分朝だと思う。じゃあ、あと15分にしてあげるよ。うん、あ、あと15分ね。OK。終わり？終わったよ。違う、それは見てるから分かるんだけどさ。9時15分までやるね。だから15分するって言ったんだけど。話聞いて。じゃあ音は出してない。だって買ってきてはめたんだよ、ちゃんと。え、やったー。2ヶ月は使えると思う。おお、これで挟ま、え、これ、え、こっちが良かった。痛くない、うん、痛くない。コンビニ、え、これ入れらんなくない？紹介しない、逆に。そっちの方がいいかなって言った。え、人が良かった？うん、それは糸言う、あ、なんでもないよ、みんな。一旦試してみたいかも。配信中に、さすがにね。配信中にはしない。だってそれ持ち運べるし。持ち運べるってないやね。いや、あのね、もう行っちゃうよ、みんながそんなやってさ。もう正解出しちゃってるから。あの、私、あの、ずっと、あの、2日前から歯に挟まってるものがあって、でそれが取れないんですよ。だから糸用紙が欲しくて。え、違うよ、最初なってきたんだっけ。歯間ブラシ、歯間ブラシって言ったからそれにしたんだよ。ごめん、本当にごめんだってばん。だから欲しかったので、お姉ちゃんに今日お願いして買ってもらった。で、私は糸用紙が欲しかったんだけど、私が歯間ブラシって言っちゃったから、あの、このブラシになっちゃった。60個入ってるから、持ち運べるから、いつ挟まってもいいよ、歯間ブラシ。おじちゃん、え、痛そう、やだ。え、めっちゃ痛そうだよ、これ全然柔らかくない。買った、柔らかくないの、コリア歯死ぬわ。フロスだって、フロスで買ってくるから。違う、配信ですることじゃない。でも本当にずっと気になってるから。カメラがいる、痛いよ絶対。帰ってきた時ここ血出てるかもしれない。こっちだった。反対側でもできるんで。どういうこと？そのとんがってる。これ？うん。あ、ちょっと待って。あ、血出た、血出た。ほら。結構出血。歯
歯茎に刺しちゃダメだ。分かってんだけどさ、出血したよみんな。あらやだ。あ、やばいね。いいしない、いいしない。あ、ごめんなさい。いいしない、いいしない。これ痛いよ、絶対に無理。チクチクしてるよ。やっぱさ、いいやつ買えばよかった。君がさ、100均でいいって言うから。え、言ってないよ。言ったよ。これ絶対無理だよ、スーパーで買おうとしたのに。言った、これ無理、絶対に無理。今グサッてやったら血出たんだけど。裏側に始まってるの。ね、今すぐコンビニで買ってきて。コンビニあるかな、調べる。糸ようじが欲しい。え、じゃあコンビニまで買い行ってもいいけど、そうしたら9時半まで配信やってみて。だってコンビニも行ったらお前の配信終わってるよ。え、終わっちゃダメなの。うん、やっぱ撮れるまで配信かなって。は、これで。だから買ってくるから。本当に出血して。待って、え、マジで買いに行くの。髪ほどいた。まあ糸ようじも出血はすると思うんだけど、これはね、もうかなり出血すると思う。言ってんのかな。言ってると思う。皆さん、これプレゼントします。プレゼント企画。言ってんのかな。糸ようじ、何これ、何ヶ月、2ヶ月分しまんない。しまん、60本。あ、しまった。みんなあげるよこれ。え、じゃあ行こっか。どうする。もういらない。持ってる。あ、サイン入り。違う、これ持ってるって。マジで、マジで。え、どうでしたか、使えた。これ歯茎強い人がいいかも。私歯茎はいいんだよね、すぐ血出るんですよ。え、どうでした、取れた。でもこれはさ、これさ、なんか爪楊枝に近いよね。爪楊枝じゃ取れないんだよね、私が今挟まってるもん。じゃあ行こうか。糸じゃないと無理。今行こうか、行こうか。うん、行って。え、じゃあ私帰ってきてから延長10分ね。あ、いいよ全然。いいかい。マジか。いや、みんな延長した方が嬉しいでしょね。じゃあ繋いでて。繋いでる。おしゃべりしよう、みんな手ぶらで。やばい、もうこんな血見たくないんだけど。これちょっと捨ててきて。分かった。いってらっしゃい、頑張って。走ってダッシュで行ってきて。バイバイ。何分で行って帰ってくるか。分かりたい。ペペにし。じゃあ数えてるね。タイムアタック。ごめん、パシリで。ごめんね。ここ、ね、ごめんね。やめて。ここスタートね。いくよ。あ、じゃあガチャンって音したらね、玄関。わかります。よーい、スタート。はあ、どうなってるの。どういうこと。え、なんかハサミもの、なんか爪楊枝じゃ取れなくて、私は糸楊枝が欲しかったんだけど、だけどさっきのなんか爪楊枝みたいなのでやったら血出ました。痛々しいね。
え、わかんない。何が詰まってるのかさっぱりわかんないんだけど。あ、血は止まりました。え、それがね、歯ブラシで取れないんですよ。だから本当にもう最終手段が糸ようじ。取れない、取れなかった。2日前は確か、ね、おしゃべり会で多分挟まったのかな、分かんない、多分そうだと思う。おしゃべり会の時はこれなかった気がする。おしゃべり会の時のお弁当で挟まったかもしれない。何食べたかさっぱり記憶ないけど。チケンさんありがとうございます。いや、虫歯にはなってない。ちゃんと歯磨きしてるから。うーん、ピッてなって。今1分経ちました。もうすぐで2分です。いや、ふりかけの具ではない。チキンかな。でもチキンこんなに硬くない。骨、骨なのかな。骨でもないよね。こんなにぐさって刺さることないし。じゃあ皆さん予想しましょう。お姉ちゃんは何分で帰ってくるのか。私はね、7分ぐらい。私は7分にします。お、すごい細かい。刻みますね。6分30秒9分。おお、すばらしい。14分9分。ありがとうございます、フォロー。分。さあ何分に帰ってくるのか楽しみですね。え、嘘でしょ。え、嘘でしょ。え、ちょっと待って、みんなみんな、え、緊急事態だよ今。下から音聞こえたんだけど。え、嘘でしょ。早くない？え、ちょっとびっくりなんだけど。3分しか経ってないよ。皆さん当たった人いますか？3分。何？3分だよ。みんな優しい。3分。マジ暑いこの家。ピピ。レシータ大丈夫です。はい。めっちゃ早い。なんかこっちも良さそうだから買ってきちゃった。なんでよ。これが本物。そう、これが本物。すごいね、お姉ちゃん。そんな近くもないよね。うん、そうね、真正面にあるわけじゃないんだけど。全然近くない。マジでさ、びっくりした。自分自転車かと思った。自転車ウケる。うわー、私が求めてたやつ。絶対いろんな人に。マジで目立った。うわ、早速言って。え、マジでさ、あの歯に詰まったものが取れる瞬間いっちゃんすっきりするんですよ。よしって感じ。冷たいもの頭痛い。お疲れ様、ごめんなさいね。信号たまたま青だったんだよ。へえー、そりゃよかったね。やべえ、撮りたい。今すぐでも撮りたい。多分ね、血出ると思う。また
だけど撮りたい、それでもそれでも撮りたい。うるさい、もうやだ、テンションがおかしい。え、撮っていい画面外で、ね、ちょっとやるね。あの仕事ってわかんねえだろ。動かして、うん、無理、うん、もう一回。何笑ってんだろう、だってこれ。映ったかな。こうやってこうやって、あ、でもだんだん上に上がってきてるかも。うん、分かる分かる。うんうんうん、いけた、取れた、いけました、嬉しいな、嬉しいな。いけたよみんな、嬉しい、嬉しすぎる、嬉しい。あ、見せるわけないじゃん。汚ないよ。よし、ごめんね、本当にマジごめん。ない、え、なんか2つあって1つ100円だったけど、こっち390いくらだった。取れてたよ。じゃあ100円入れる。いいよ、ティッシュ。わあ、超スッキリだよ。これも持ち歩ける方。え、わかんない。え、何が挟まってたんだろう。お肉なのかな。わかんない。でも本当にずっとあったから、もうやばい。ありがとうございます。やばい。え、バーベキュー。スキル。ありえるかも。え、けど5日目だよ。それな。さすがにそれはないよね。多分お弁当だと思う。おしゃべり会の時に食べた。いや、わかんないけど。いやー、すっきりだわ。うえー、嬉しい、超嬉しい。やばい、汗かく、汗かいてる。嬉しい。嬉しかったです。こんなにもプレゼントしてもらっちゃってね、本当にもう。それ柔らかだから。柔らかこっち硬い、これプレゼントだから。いや、本当に嬉しいですね。じゃあもう団長読むか、取れたから。おい、半までやれ、半まで来たら。だって一緒にお風呂入るでしょ。し、やばい、ここさやったからさ、めっちゃ好きなんだけど、ここ。やめて。うるさい。ほら見て、これ帰ってきた。早いでしょ。3分は過ぎてると思ってた。3分28秒、やば、超早い、ウルトラマンじゃん。いや、マジすごかったよ。こうやって行ったんじゃないの。人がこう行って、めっちゃ越したんだから、迷惑。え、でレジの人も絶対なんでこんな歯間ブラシ買うんだろうって思って。ウケる。ただ通行人倒しながら行ったんだと思う。アイス見てきたよ。マジで？アイス見る余裕あって。どういうこと？
あんた怖いんだけどちょっとこうやってセブン、うん、ちょっと入らないで、入らないでこうやって受けとまあ面白い。全然陸上部じゃない。お姉ちゃんはテニス部です、でした、ですじゃなくてでしたです。かっこけ。ねえ、おいしそう。それ一口いる？いらない。また挟まるもんね。いや、それ挟まないでしょ。ストロー刺す、コップに入れる、うん、ストローじゃ吸えない。コップ入れる？うん、髪の毛が抜けたいよ。逆にお姉ちゃんがテニス部だったから入った的な感じ。だいたいね、何ね、どうしたの？お会計終わった瞬間これ取って走った。あ、切る。おもろ。どういう人だよ、あんたによ。あ、いいよいいよ、もうそんな。あ、もう全部出しちゃった。ねえ、いいよいいよ、はい、好きなだけ飲んで、飲む、戻すのやめるから。わぁ、絶妙な色ね、思ったより紫じゃない。取れちゃう、取れちゃう、取れ、ティッシュ、ティッシュ。あ、いいんだ、なんでもない。の、うん、安心ですね。もうお姉ちゃん家には糸用事がある、安心です。確かに見た目はゼリーっぽくないですね。うん、うん、もういいの、うん、面白い。いつも思いつくよね、そういうこと。ダジャレすごいと思う。フォロワー増えてる。うん、嬉しい。でも糸用事する前からみんなフォローしてくれてた。本当に。あ、そうなの。うん。私ちゃんと見てた。え、そうだからこれ持ち歩いて。すごい一気に増えたんだけど。すごいな。いや、え、すごくない？ちょっと待って待って待って。そう、驚きが隠せない。どう。更新、OK、更新みんなに紹介して。あ、本当だ、本当だ。え、すごい嬉しいな。え、何紹介って。私の糸ようじ20本入り。みんな挟まった時は糸ようじを使うんだよ、すぐ取れるから。で、これも買ってもらいました。これはね、お母さんがしてます。ごめん、お母さん行っちゃった。ごめんね。あるんかいな、これだけ。そう、歯の健康のため。ママは爪楊枝。おじいちゃんは爪楊枝。お姉ちゃんあんま使わなくない？おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんもつまようじ。面白い。
お姉ちゃんは使わない。無理。お姉ちゃんは爪かな。バカ野郎。誰だ言ったやつ。お前。確かに。面白い。ね、20何分1分今26分え、嘘。あ、何のだよあれ。あ、何、棒が隠れてる。爪でもかわいい。大丈夫その言い方やばい。初めて言った。大丈夫け。大丈夫け。ハート送ればいい。面白い。喜べ。喜べ。ありがとう、はい。ハートありがとうございます。しづらいんだよこれ。だって周りに人たび見てるんだよ。その中でこれやってんのかしかないし、アホイのファンしかわかんない。まだ口つけてない。美味しい。ハートありがとう。やばい、ハートタイムになっちゃった。もう28分。大丈夫、います。急だ。また急だ、ね。ごめんなさい。60時あるか。が、やばい、いきます。13位、名古屋の山っぴさん、ありがとうございます。12位、村上聡さん、ありがとうございます。11位、カツサンドさん、ありがとうございます。10位、経理担当さん、ありがとうございます。9位、ともさん、ありがとうございます。8位、もこちゃさん、ありがとうございます。7位、さとますさん、ありがとうございます。6位、ましろさん、ありがとうございます。5位、たかちゅうぴぴぴさん、ありがとうございます。4位、まさぼうさん、ありがとうございます。3位、メガネさん、ありがとうございます。2位、お金持ち先生さん、ありがとうございます。そして1位、リュウマさん、ありがとうございます。え、かわいい。うん、あ、やべ、いた。あ、今日、あ、ゆはさん当てたってこと？そうだよ、今日。かわいいじゃん。かわいい。かわいい、かわいい。いて。ありがとうございました。見せて。ゆはさん。かわいい、マジでかわいい、本当にかわいい、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 特賞届いたって言えなかった。うん、ダメなんだ。うん、くれだって。面白い。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。高速。